戦争に行かなければ米軍と肩を並べて戦争に行くことができる。皆さん、もし今こういうことはない。富士の安文衆議院議員から訴えをさせていただきます。新宿駅西口ご通行中の皆さん、お仕事中の皆さん、こんばんは。ご紹介いただきました日本共産党衆議院議員の藤野康文です。今日は今この場所で憲法9条改悪の3000万統一署名を集めさせていただいております。どうか少しだけお時間いただきまして、この署名へのご協力心から呼びかけさせていただきます。今斉藤真理子 東京都議会議員、そして山添拓参議院議員からもお話ありました。安倍政権は憲法9条を変える、このことを今年の大きな目的にしております。昨年5月、安倍総理自身が憲法9条を名指しして2020年と期限を区切って憲法改悪を打ち出しました。特定の条項を名指しして期限も区切って憲法改悪を打ち出したのは安倍総理が初めてであります。自民党内の手続きもすっ飛ばしていきなり言い出した。しかし皆さんの中で憲法を今変えてほしい、あるいは今年中に衆議院参議院で国会発議を上げてほしい、こういうふうに思っていらっしゃる方どれぐらいいらっしゃるんでしょうか。この間の世論調査では、どの世論調査でも6割近い方々が今憲法を変える必要はない、反対だとおっしゃっております。ましてや今年中に国会で発議してほしい、こういう質問に対しては7割超える方がありがとうございます反対の声を上げていらっしゃる。年末の時事通信社の世論調査では、自民党支持だという方でも5割超える方が国会発議に反対だとおっしゃっておりました。女性では8割近い。皆さん、つまり今国民の多くの皆さんは憲法を変えてほしいとは思っていない、ましてや今年のうちに国会で発議してほしいなんて誰も思ってないというのが実態ではないでしょうか。ところが安倍政権はこうした国民そっちのけで憲法改悪というのを暴走しようとしている。皆さん、この暴走を止めるのは今集めさせていただいている3000万統一署名であります。どうか皆さんの一筆一筆でこの暴走ご一緒に止めていこうではありませんか。皆さん、そもそも憲法にはその国の歴史、現在、そして未来が書き込まれなければならないんじゃないでしょうか。ところが今国民そっちのけで憲法を変えたい変えたいと言っている人たちの歴史観や未来像はどんなものかご存知でしょうか。昨年私国会で山添拓参議院議員とご一緒に共謀罪法という法律の審議やってまいりました。過去3回国会で廃案になる、内心の自由を侵害するあの共謀罪法です。まあいろいろとんでもない答弁あったんですが、私が今でも許せないのは、当時の金田法務大臣が戦前の治安維持法、あの治安維持法は正しかった、治安維持法に基づく逮捕も拘禁も適法だったと言い放ったことであります。皆さん、戦前の治安維持法は無実の人も含めて当時の特別警察特攻が逮捕し拷問し、時には命を落とした。カニ光線という作品を書いたプロレタリア作家の小林滝次は、逮捕されたその日のうちに拷問で命を奪われました。その日のうちです。これのどこが適法なのか。皆さん、もし今ヨーロッパでドイツで戦前のナチスの秘密警察ゲシュタポが行った逮捕や拘禁が
適法だったなどとドイツの大臣が言おうものなら、その日のうちに辞任しなければならない、こういう大問題じゃないでしょうか。こんな歴史観は国際社会では絶対に通用しません。多くの皆さんの歴史観とも全く違うんじゃないでしょうか。皆さん今国民多数の声全く無視して憲法を変えたい変えたいと言ってる人たちはこういう人たちなんです。金田大臣だけじゃないんです。安倍政権の閣僚ほとんどが日本会議、新党政治連盟など戦前のあの侵略戦争は正しかった、いまだにこう言い続ける人たちです。こういう人たちが今の日本国憲法を目の敵にして期限を勝手に区切って変えようとしている。皆さんこんなに国民の願いからかけ離れたことはないんじゃないでしょうか。どうか皆さんのこの暴走を変えようという、止めようという願い、私たち今集めております3000万署名にお寄せください。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんの中には、まあ、そうは言っても今までの政府も自衛隊は合憲と言ってるし、まあ憲法に自衛隊と書くぐらいなら今とそんなに変わらないんじゃないの、困ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。しかしこれ大きく変わるんです。と言いますのも、安倍政権の下で自衛隊の任務や役割も、あるいは日本という国の防衛政策も、これまでの自民党の皆さんが積み上げてきたものから大きく変質しようとしているからです。2015年には憲法学者の9割以上が憲法違反だという安保法制、戦争法が強行されました。昨年は南スーダンに派遣された自衛隊に駆けつけ警護という大変危険な任務が新たに付与されました。この駆けつけ警護という任務は今までの自衛隊の皆さんも、自衛隊が攻撃されていないのに危険な地域に行って駆けつけて武力を行使することもある、だからこれは憲法9条の下ではできない、今までの自衛隊、自民党の皆さんもそう言っていた、だからできなかったのを新たにやろうと初めて安倍政権が行ったことであります。さらに昨年5月にはアメリカの軍艦への給油が行われていた、あるいはイージス艦などへの防護も行われていた。国民が全く知らされないうちに、これも今までの自民党は戦闘行為と一体だからできないよ、こういうふうに説明していたものが安倍政権の下で初めて行われたわけであります。自衛隊の任務だけではありません。日本の防衛政策そのものも変わってきております。来年度予算には初めて長距離巡航ミサイル、この長距離ミサイルの関連予算が計上されました。さらに安倍政権の下で空母を持つ、今まで持たなかった空母を持つということも初めて言い出されております。皆さん、長距離巡航ミサイルや空母というのはまさにこれから日本が攻撃していく、こういう布石になっていくものであります。今までの自民党政府の下では米軍が盾の役割、そして自衛隊は、すいません、米軍が矛の役割、そして自衛隊は盾の役割、こういう役割分担があるんだと自民党の皆さんも国民に説明しておりました。ところがこの巡航ミサイル、長距離巡航ミサイルや空母というのはまさしく盾ではなく矛の役割、攻撃の役割を担っているものであります。今までの自民党政権が専守防衛という下で持つことができないと言っていたものを安倍政権の下で初めて持とうとしている。
皆さん、さらに安倍政権の下でアメリカとそして自衛隊の一体化が進んでいる。これも大変危険だと思うんです。昨年陸上自衛隊とアメリカの海兵隊との共同訓練が質・量ともにものすごく増えました。北海道で行われた海兵隊との訓練には海兵隊2000人、陸上自衛隊1500人という過去最大の共同軍事演習が行われた。海軍でもそうであります。アメリカの空母と日本の海上自衛隊との共同訓練は2016年はゼロでした。一度もやられなかった。それが2017年にはなんと13回も行われたんです。そして航空自衛隊と米軍との訓練、これも2016年は1回だけでしたが2017年は14回も行われた。皆さん、今まさに安倍政権の下で自衛隊とそして米軍との一体化が名実ともに進んでいる。この下で憲法に自衛隊を書き込むというのは皆さんどういう意味を持つでしょうか。米軍との一体化を合憲化する。そして盾ではなく専守防衛ではなく矛の役割を持つ自衛隊、攻撃の役割を持つ自衛隊を合憲化することになってしまうんじゃないでしょうか。このことは戦後70年以上にわたって私たちの先輩方が積み重ねてきた平和国家としての日本の歩みを根本から覆す、そういう道であります。絶対に許すわけにはいきません。皆さんの平和国家守ってほしい、子供たちに平和の日本を渡したい、この思いをどうか3000枚投資署名にお寄せください。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんの中にはそうは言っても自衛隊は災害救助などで頑張ってるじゃないか、評価してあげてもいいんじゃないの、こう思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんです。お気持ちはよくわかるんです。私自身も災害救助などで頑張ってらっしゃる自衛隊の皆さんには本当にリスペクトの気持ち持っております。しかし安倍総理の狙いは全く違います。そうした皆さんの思いをある意味テコにしながら、先ほど言ったようにアメリカ軍と一体になって活動する、あるいは盾でなく矛の役割を持っている自衛隊を憲法に書き込んでいこう、これが安倍政権の狙いであります。皆さん、今まで米軍はこのアジアでどんなことをやってきたか、戦争を結構やってきたんじゃないでしょうか。たくさんやってきた。1950年代には朝鮮戦争、60年代にはベトナム戦争、90年代には湾岸戦争、2000年代にはイラク戦争、アフガン戦争、実際にアメリカ軍が行ってきた戦争であります。もし憲法9条、この憲法がなければ、自衛隊はこれらの戦争に本格的に参戦していたんじゃないでしょうか。自衛隊の皆さんを、自衛隊員の若者たちを、こうした戦争から、殺される戦争から守ってきたのは憲法9条だったんじゃないでしょうか。先日、私の地元である石川県の七尾市で市民アンケートが取り組まれました。そのアンケートに寄せられた声、私忘れられないんです。憲法は自衛隊の皆さんを守ってきた、だから憲法を守って自衛隊員の皆さんを守ってほしい、こういう書き込みがされていたんです。北海道で南スーダンに送られた自衛隊は憲法違反だったという裁判を起こされている平和子さんという方がいらっしゃいます。この方は自衛隊員のお母さんであります。
この方は南スーダンで自衛隊員に戦死者が出なかったことを、このことについてこうおっしゃっております。憲法9条がギリギリのところで自衛隊員を守ったんだと思う。私は本当にその通りだと思います。皆さん、憲法に自衛隊を書き込むことは自衛隊員のためには決してなりません。むしろ自衛隊員の命を守る最後の砦である憲法9条が空文化してしまったら、逆に自衛隊員の皆さんの命と安全を危険にさらしてしまう。今私たちが取り組んでいる3000万統一署名、これを集めることこそ、これを一つでも多くお寄せいただくことこそ、自衛隊員の皆さんの命と安全をみんな守っていくことになります。自衛隊員は頑張ってる、自衛隊員には感謝しているよ、こういう皆さんこそどうかその思いをこの署名にお寄せください。どうぞよろしくお願いいたします。そう言っても皆さんの中には、まあ北朝鮮大変怖いし、どう考えたらいいんだろう、こう思ってらっしゃる方もいると思うんです。確かに北朝鮮によるミサイル核開発、絶対に許せません。こういう暴挙を何としても止めなきゃならない。しかし同時に、力による解決、あるいは戦争、偶発的にでも武力衝突、絶対に起こしてはならないんじゃないでしょうか。アメリカのホプキンズ大学、ジョンズ・ホプキンズ大学というところの研究では、もし北朝鮮がこの東京と、そしてソウルに攻撃を行ったら、250万人の死者が出る、そして770万人を超える負傷者が出るだろう、こういうレポートを出しております。アメリカの議会に出された報告書では、韓国と北朝鮮で合わせて2500万人超える方が影響を受けるだろう、その中には少なくとも10万人のアメリカ人も含まれる、こういう報告も出されております。ですから今米議会でも民主党をはじめとする有志の方が、トランプ大統領による独断的な先制攻撃を許さない、こういう法案が提出されている、米国内でもそういう世論が広がっているんです。絶対にこうした甚大な被害を生む武力衝突を避けなければならない。軍事的緊張をさらに煽るような改憲論議など、絶対に許すべきではありません。今韓国と北朝鮮の間で対話が始まっております。私たちはこれを歓迎しております。世界でも多くの首脳が、日本の安倍総理以外のほとんどの首脳がこの動きを歓迎し、協力し、促進しようとしております。憲法9条を持つ日本政府こそ、その9条を生かしてこうした動きを促進していく、これこそ求められているのではないでしょうか。大体皆さん、安倍総理は北朝鮮との関係ではえらい勇ましいんです。いかなる事態が起きても北朝鮮との関係で国民の命と安全を守り抜く、こういうふうに安倍総理はおっしゃいます。しかし私は、じゃあ沖縄はどうなんだ、こういうふうに思うんです。沖縄ではこの間、米軍機による事故が相次いでいるんじゃないでしょうか。オスプレイが名護市沿岸で墜落大破しました。米軍の大型ヘリが東村高江で墜落炎上しました。普天間の小学校には重さ8キロもある窓が落ちてきた。子どもたちの被害が出なかったのはまさに奇跡的じゃないでしょうか。安倍総理が国民の命を守るとおっしゃるのであれば、まずは事故があっても、墜落しても炎上しても、窓が落ちても、知らぬ存ぜぬで我が物顔で
訓練を再開する、こういうアメリカ軍にきっぱりものを言うことが求められているんじゃないでしょうか。皆さん、こういうこともせずにわずか数日後にはアメリカ軍の訓練をいいだくだくと認めてしまう、こんなにアメリカ言いなりの政府、許すわけにはいきません。こんな状態でもし憲法を変えてしまったらどうなるでしょうか。アメリカと共に、いやいや、アメリカの言いなりで日本の自衛隊が戦争に巻き込まれてしまう、この危険が大きいんじゃないでしょうか。皆さん、2月4日には沖縄県名護市で市長選挙も行われます。稲見進む現市長の勝利で厳しい審判、ご一緒に下していきましょう。そして何よりも最後になりますが、今集めさせていただいております3000万統一署名、これにご協力いただいて、ご一緒に憲法9条改悪許さない、この声上げていこうではありませんか。このことを最後に心からお願いいたしまして、私からの訴えとさせていただきます。長い間のご清聴ご協力本当にありがとうございました。ただいまの訴えは藤野康文衆議院議員でした。